武蔵園高等部1年の佐藤みやびさん。高校に柔道部がないため豊後高田市立大成学園の時から通う道場で仲間と共に稽古に励んでいます。先輩たちはとても優しいです。柔道の好きなところはどんなところですか？大切な仲間が増えることです。柔道一家に生まれた宮城さんは小学生の時福岡の少年団で全国大会優勝。大成学園に転入後去年の九州大会で団体優勝、個人で準優勝しました。負けた時すごい泣くんですよ。でも勝った時はなんか泣きながら喜んで、みんながもう先生もやし仲間もやし喜んでくれる、それがとも嬉しいみたいで、その姿見て柔道させてよかったなっては思ってます。一緒に練習してると柔道は本当に好きなんだなっていうのがよく伝わってきます。高校スポーツの個人競技は現在学校に部がなくても県大会で上位に進めば全国大会に出場できるようになっています。自分より年上で強い相手だけどビビらず1秒でも長く試合がしたいです。今月5日佐藤さんにとって初の県高校総体。78キロ超級は出場者が3人のため総当たりで順位を決めます。初戦の相手はこの春団体で全国優勝した柳ヶ浦の大将細野選手。体格で勝る相手ですが一瞬の隙をつきました。細野選手の内股を透かして逆襲するとそのまま抑え込み。格上相手に見事一本、大金星に会場が沸きました。嬉しかった。先輩と練習してたから使えたらなって。この後国崎の磯崎選手に負けて全国大会まであと一歩及ばずも2位で九州大会に進みました。嬉しいというよりすごいって思いましたね。みんな強いから 1,2 回は勝ちたい。一生懸命試合をします。向上心を燃やす期待の1年生がこれから大分の柔道を盛り上げてくれそうです。